はい、皆さんお茶リフトです。今回ですね、毎週やらせますこちらの作品、早々のフリーレンの感想動画撮っていきたいと思います。というわけで、今回は作為新鋭放送の第21話ですね。もう21話まで来たかということでね、まあ、この作品全28話ありますね。まあ残り7話ということで、まあ今期アニメで、ね、まあ、同じようなタイミングで、終わる作品になるんですけれども、今回この21話の正直すぎる感想、一切忖度のない感想ですね、いつもの最初に話したいコメントはありで話していきたいと思います。というこれ皆さんどうですか、フリーレン試験編というか、まずね、これまでテイストも大きく変わってて、バトルシーンとかも増えてきてというショーが始まったわけなんですけども、前回本当僕初めてレベルですね。ここまで20話、まあ今回21話ですけれども、まあ一番賛否が分かれたのは多分最初ですよね。1から4話の金曜ロードショーで2時間やった時で、俺2時間やる意味あんのかとかね、これね、なんか思ったの違うなみたいな、そういうコメントもあった中で、もう僕はもうボロ泣きでしたからね。まあ、同時視聴もやってたんで証拠映像残ってますけど、こんな泣いていいのかぐらい泣いてすげえアニメーカーだなって。まあ、オイシもね、フリーレン原作前3手でね、最新話まで読んでる人なんですけど、まあ、感動してね。で、やっぱ、まあ、原作の力ってのはもう当たり前に半端ないわけなんですけど、やっぱこの作品アニメに落とし込むのがめちゃくちゃ上手くて、特にやっぱ斎藤監督ですよね。ボッチザロックで初監督務められて、ボッチザロックもまためちゃくちゃもろかったんだけれども、今回のフリーレンもほんとすごくて、もう斎藤監督日本のアニメ界の宝だな、みたいな。斎藤監督は30代ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ若い方で、ねえ、これは日本のアニメ業は明るいな、みたいな話もしながら、制作会社マットハウスですよね。もう完全復活かというのを見せてくれながらね、音楽もエヴァン・コールさん、もう制作陣ももう仕上がりまくって、まあ、当時からやっぱ注目度が高かったわけなんですけど、やっぱスタートダッシュからずっとベタ褒めしてきて、ただもうほんと初めてレベルに前回ですね、まあ、辛口感想を言ったと。ね。まあ、めちゃくちゃ面白いというのは変わらなくてですね、まあ、週間ランキングも4位に前回させていただいて、全然、面白くないことは1ミリもないんですが、やっぱ唯一気になる点としてやっぱ2点、唯一っていうか、まあ、2点気になるのがあって、それが、まあ、テンポ感、ちょっと悪いんじゃないのっていうのと、まあ、シュタルクがやっぱ不在っていうところで、まあ、これに関して原作勢としてはね、全然まあ、試験編で、まあ、シュタルクって戦士なんで結局ね、魔法使いの試験ですから参加してないっていう、こう、出番がまあ激減してしまうというか、まあ、ほぼないんですけれども、そこでね、やっぱ結構アニメでの方から、シュタルクって今何やってるんですかとか、なんで試験編参加してないんですかみたいな声をかなり聞いてたので、僕はやっぱそのなんか、まあ、原作が飛び台とかで一緒に出てきたりするんですよね。だからアニメでもほんと数秒でもいいから出せたらまた違うんじゃないのとかね、うん、いうのは思いながら、まあ、テンポ感に関してはやっぱこう、まあ、テイストも大きく変わる中ですね、やっぱ話の進みっていうところ、まず戦ってないところも大きいかなと思いますけれども、まあ、前回指摘したという中で、じゃあ今回はどうだったのかというところですね。まあ、エピソード、人気投票ですね。まあ、昨年の12月に発表された人気投票で、第3位だったエピソードもね、今回実はあったというところで、まあ、ものすごく楽しみにされてた方もね、あのキャラが大好きになったという方もね、まあ、いろいろいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、僕はぶっちゃけどう映ったのか、このアニメが正直〇〇ですということを話してきてるんですよね。前置きなくなりましたね。まず21話のネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思いますということで、今回、早々のフリーで、第21話。見させていただきまして、ネタバレなしの感想。結論としましては、正直ですね、めちゃくちゃ面白かった半端なかったっすわ。ちょっともう、もう中盤からもう面白すぎちゃって、やっぱこのアニメ化半端ねえなってなりましたね。やっぱその、まあ、テンポ感っていうところに関して言うとですね、まあ、今回、まあ、それって、ま、結局その試験編全体を通しての話なんで、あれですけど、まあ、今回はね、また、まあ、ひとまず、一級魔法使い試験の一次試験編の締めっていうところで、まあ、やっぱすごいやっぱ盛り上がるだろうっていうことは前回言ってましたけれども、まあ、想像を超えてきたね。で、やっぱ、バトルシーンに関してもやっぱ原作ってすごい、まあ、唯一ね、フリーでの原作の欠点って言われてるのはバトルシーンの淡白さなんですけれども、まあ、ここもやっぱアニメでも見事にね、うまくやってくれてるなというのを思いながら、まあ、やっぱこのセリフがね、もうめちゃ聞いてて今回は。やっぱ、まあそのアニメーションもちろんなんですけれども、やっぱ今回はこのフリーレンのこのなんかね、こう、ボーンとくるね、面白さがすごい出てたなと思いながら、セリフ回しがね、聞いてましたね。あー、これ、あー、ネタバレありで言いたいですね、早くね。とか思いながら、痺れるポイントがね、いくつもありながら、盛大なフラグ回収っていうのもあってですね。いやー、おもろかったっすね。これはおもろかったわ、今回。で、まあ、シュタルクの不在みたいなのも言ってますけど、まあ、あんまり言わないで気をつけますか。はい、っていうところでね。シュタルク不在の方も、まあ、気になってたのも、今回は、おっとなるんじゃないかな、というね、とこですけれども、やっぱこのアニメ化、すごすぎるな、と
面白すぎるなというのを、まあ、やっぱ正直改めて、まあ、感じたというところで、まあ、テンポ感とかね、まあ、言ってても正直どうしようもないんで、主体力に関しても、まあ、この試験って気にしてもね、どうしようもない、この構造上の問題としてね、まあ、ある、まあ、テンポ感に関しても、原作の進み的にね、まあ、この試験ってすごい長いですから、ね、なんだ、アウラ編とかも4話じゃないですか、試験編ってだから全部で11話、12話ぐらいやるんでね、アニメで言ったら、まだ、まあ、予約1次試験が終わったっていうだけなんで、まあ、そこはやっぱね、なかなか話進まないなって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、こんだけのものをね、まあ、一つに持ってきたら、まあ、もちろ ん, なんか今後のショーに関係する部分でもあるんでね、まあ、そこもあるんですけど、まあ、やっぱ2クール目っていうところでね、まあ、ここに来て、まあ、長編のショーが、来てるかなという感じですけれどもね、やっぱめちゃくちゃもろかったですね。はい。まあ、で、やっぱ改めてね、まあ、原作の当時、やっぱ僕、まあ、試験編ってやっぱ正直あんま思わないと思ってたんですよね。で、まあ、今ちょっと、まあ、いろいろと改めて、ね、読み返してみるとですね、やっぱその文字量がすごくて、やっぱかなり1話に詰め込まれてたんだなっていうのを思いながら、やっぱアニメでやっぱ間とかがね、なんかその実際の生産の演技とかつくと、やっぱまた良くて、それがね、面白さにより繋がってる感じもしたし、まあ結構やっぱね、まあ昨今はまあ原作改編とか、まあ、かなり問題になってたりとか、フディリに関してはね、作画監督が10年前の発言とか言ってなんか問題になったりしたんですけど、まあちょっと僕は炎上するかなと思ったんですけど、フディリもね。まあでも、結果として今こんだけすごいものを作り上げてて、まあ改心したんだな、みたいな形でそこは良かったなと思ったし、まあ原作この先にって、まあ改編みたいなことはしないですけれども、やっぱこのちょっとまあところどころ変えることによって、またアニメの設定をまあうまく付け加えることによって、またその表情の細かい変化ですよね、これ拾うことによって、今回ラストのとことかもね、まあ、ラストの前かな、そこもすごく良かったんですけども、まあ、改めて面白いなと。まあ、前回はね、やっぱ正直ちょっと間延びしてるところは、まあ僕もところどころ感じていて、結構やっぱ、まあテンポ感、まあ感想とかのコメント欄はね、ほとんどなかったですけれども、まあやっぱ結構 X とか見てるとね、まあテンポとかで調べるとかなりやっぱ、まあ気にされてる方多くて、まあ今回はもうだからテンポ感気にする余裕ないですよね。こんだけおもろいかい、テンポ感気にするやついないだろうぐらいのものを見せてくれたし、やっぱね、人気投票やっぱ3位の回だけありましたね、これ。アニメで見たらね、もう半端なくおもろかったね、これ。とか、まあ、結構やっぱね、まあまあまあ、あるキャラがね、もうめちゃくちゃ魅力的によりなっていく。まあもともと魅力出てるんですけど、よりなっていくところもあるし、やっぱまあ今回で言ったらね、まああの、まあちょっとネタバレになっちゃうからちょっとあんま言えないんですけど、まあやっぱキャラ的にもすごい見どころのある回でもあってですね。はい。まあ作画もさすがでしたけれども。まあ今回はそのバトルシーンとかっていうよりは、結構やっぱその原作のね、やっぱこの圧倒的な面白さ、アニメのこの間に落とし込んだことによって、なんかさらに面白さ上がったなっていうのが、僕は正直思ったことで。うん。まあまあまあ、あのフラウ回収のシーンとかはね、やっぱアニメだからこそよりすごい迫力、映像としてもね、出てたなと思ったし。やっぱフラウ回収っていいなとか思いながらね。いやめちゃくちゃもろかったですね。もうこれはもう、批判する余地が僕には一つもなかったですはい。まあ、フリーレンはね、やっぱ改めてですね、まあ、かなりこう、まあ、すごい人気なんですけどもね、好評意見が多いという作品なんですけど、やっぱ2クール目になってね、ちょっとやっぱ勢いがね、若干落ちてる感じは僕はしてるんですけれども、今回盛り上がったんじゃないですかね。これは盛り上がったでしょうというのは思いながらね。まあ、ただやっぱ僕も魔族とか戦う方がね、正直やっぱ盛り上がるのかなとは思ってて。うん。まあまあ、もちろんいろんな方いらっしゃると思うんですけど、アウラ編よりも試験編が好きだとかね、いう方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、単体のバトルシーンってことがね、やっぱアウラ編ってすごかったですから、うん。まあそういう意味ではね、まあ、次のショーですね、黄金共演っていうのがまあ2期ですね、やると思うんですけど、2期はもう間違いなくね。これもう間違いないで言っていいと思います。もうこんなにすごいアニメ化で、もう原作、まあさ、例えばさ、2期が2チャ人気なのにやらない理由って1期がちょっとおかしかったからとかありますけど、もうこんな素晴らしいですから、まあ2期やると思うんですけど、まあ、2期かワンチャン映画って言われてますけど、まあ、2期かなと思いますけどね、まあ、黄金共演、っていうのがまたこれは半端じゃなくても面白いし、で今回のこのキャラがまた生きてくるんですね、っていうところで、まあ次からまた二次元という、まあちょっと、まあ、若干小休止みたいなのも入るかな、っていうところですけどね、またこれがね、まあ、次回はちょっとまたアニメで見たらめっちゃ面白そうなんで、すごい楽しみですけれども、はい。ということでね、ネタバレなしとしては、やっぱすげえアニメ化だなというのを思いながら、やっぱ改めて今回も間違いなく盛り上がる回でしたけれども、やっぱそれを原作以上にさらにね盛り上げてくる、もうめちゃくちゃ笑っちゃいましたね。もうめちゃくちゃ盛り上がったし、めちゃくちゃ笑っちゃったというね、彼氏キャラの魅力がね、今回すごい、なんかすごい細かいシーンなんだけど、それぞれに出てたなっていうのは思いながら、あるキャラ大好きだったですね。はい。ということで、もうネタバレで話したいことばっかりなんで、ここはネタバレで話したいと思いますんで、もうぜひね、フリーレン、まあ試験編になってから見てないとかね、途中止まってるとか、前回から見てない、前回になってこれ今回見てない、見ましょう今回ね。はい。というところで、まあね、試験編もね、まあ今回すごい盛り上がってたなと思います。まあ引き続きね、楽しみに、見ていきたいなという感じで、ございます。
はい、ということで、ネタバレなしの感想を受賞しまして、これでバレの感想に、ね、入っていきたいと思います。ネタバレにご注意くださいというところで、まあ、ネタバレの感想、ネタバレマジでご注意ください、ね、マジでご注意ください、ね、ネタバレの感想としては正直ですね、殴り合いじゃー、これに尽きるわ。やっぱ電拳やな。やっぱ電拳やな。なんかさ、結構ヤバめのキャラかと思いきや人一倍なんか人情に熱いですみたいな。いやもうめちゃくちゃ良かったな。超良かったね。もう最後さ、このね、宮廷魔王使いがね、どうすると思うって言ってね。醜く最後まであがくんだぞ、宮廷魔王使いはって言ってね。で、まあ、交渉も通じない、丸く切れ戦いもしないっていうお互い中で、ねえ、導き出したのが、腹をくくれ、男だろうが、なくれやしじいちゃん一番若いわ。いやー、めちゃくちゃ笑ったな、これ。面白すぎたね。で、まあ、やっぱこう、魔法をね、探し求めてるときが一番楽しいみたいなさ、フリーレンとこう被る、なんか電拳のフリーレンちょっと似てるとこあるんですよね。これがまたね、良かったり、今回ついにゼーリエが出てきて、まあ、やっぱ伊勢マリアさんでしたね。すごいね、やっぱアルミコだけで伊勢さんマリアさんで分かるとすごいなとか思ったり。ねえ、したんですけど、まあ、伊勢マリアさんで言うと、メイダイアミスのレグとかね、なんかドッシー型とか言ってる人いましたけど。ねえ、これね、やっぱね、まあ、フリーレンがの結界ぶち壊すのはやっぱめちゃくちゃ僕面白かったですね。やっぱ、思ったより、フリーレンと電拳のバトルっていうのは、まあ、原作もかなりあっさりでしたけど、やっぱ、アニメで見てもやっぱ、電拳が丸く入れして終わるんで、ちょっとあっさりめなんですよね。やっぱ改めてフリーレンみたいな、こう、淡白な、なんていうのかな、結構淡々としてる主人公っていうのは、なんかこう、なかなか難しいんだな、盛り上がるのがね。っていうのはやっぱ思ったんですよね、今回。やっぱ、まあ、笑いとかもやっぱ演出というか、その、バンってそのさ、クレミが固まるだけで面白いっていうところで、バトルやってめちゃくちゃ盛り上がるタイプじゃないのかなと思いながら見てたんですけれども、そんな中でね、やっぱこう、まあ、ラオフェンまず良かったですね。電拳助けに入って捕まっちゃうみたいな。なんかそのなんていうの、なんか人情があるというかさ、なんかその助けようとするなんか心とか、なんか僕すごいまあそこもいいなとか思ったり、まあ電拳に関してもね、なんか一級魔法使いになりたいなんでやって思ったらね、権力かと思ったらね、故郷に帰って久しぶりに墓参りに来て、なんていいやつね。ね、魔族が攻め入ってて、ね、もうそれでもう入れなくなっちまったんだっていう話もね、しながらっていうところ、まあ、電拳がめちゃくちゃ魅力的だったわけなんですけど、やっぱの結界をぶち破るフリーレン、まあ電拳の勝負が終わった後ですね、まあそこからやっぱ本番で、やっぱこのフリーレン結界を破って、そしてカンネたちがまあ勝利するっていうのがね、これがもうめちゃくちゃ面白くて、やっぱこのゲナウがね、この結界は大魔法使いのね、ゼーリエが滅ぼしたものだからもう破れるわけねえんだとね。でもなんかねえ、ゼンゼがですね、まあ、昨日の夜ぐらいから、なんか結界を解析している子がね、人がいるんだと、ね、いう話をしてくるんですね。まあ、でもどちらにせよね、まあ、ゲナウが無駄なんだとね。まあ、このようにゼーリーを超える魔法使いがいると思うかと、天地がひっくり返ってもこの結界破れるのはありえないんだとね、言うんですけどね。ねえ、もうフリーレンがぶち破っていくというところでね、もう、まあ、最後の大魔法使いね。ということで、フリーレンも言われてましてね、勇者一行かって言って、かーん、しびれたね、これ、めちゃくちゃ。ここなんかやっぱさ、なんか、もうそもそも電拳との勝負で、まあこれまでもそうなんですけど、フリーレンも半端じゃない強さってね、もう分かりきっている。だから、ね、改めて電拳と戦っても、やっぱ、電拳ですらやっぱ全然、まあなんか、勝てないんだな、みたいな、フリーレン改めて強さが分かる中で、ね、そのゼーリン滅ぼした結果にもぶち破ってしまう、まあ、解析が終わったって言ってね、破っていくフリーレン。そして、まあ、カンダちを勝利に導くっていう流れがやっぱすごい鮮やかで、でこのフラウ回収ですよ。絶対ありえないと。天地ひっくり返ってもありえないんだって言った中でね。まあ、ゼーリーが言うんですよね。まあ、やってくれなと。千年ぶりだっていうのに随分な挨拶だなと。これだから魔法使いやめられない。魔法の世界では天地がひっくり返ることもあるんだっていうことで、やっぱここでこう見事にフラグ回収していくわけなんですけども、みんな思ったでしょ、これフラ、結界壊れんだなって。これ結界壊れんじゃねえのかって思ったと思うんですけど。やっぱそのなんかね、まあ、前のあぶら辺でもそうなんですけど、これ天秤もうフリーレン傾けやろみたいな。もう分かってる、分かりきってんだけど、まあ、今回さすがに前回やればまあ、フラグ、分かりやすすぎてなかったけど、まあね、前回まあ、あぶら辺の天秤は絶対傾けても分かったけど、今回もね、また結界壊れんじゃねえかっていう中で、結界壊れしていく、その、なんか分かりきって展開の中で、しっかりこう、カンネちゃんがさ、この水、雨の中でこうね、まあ、またリヒターに勝利するの良かったですよね。圧倒的な質量攻撃っていうね、まさしくリヒターの言ってたね、そのものによってこう倒していくっていうところで、水で逃げ場がねえじゃねえからどこ逃げんだみたいなバーってやられてくるんだけど、あーおもろかったね。あーうーんあーもうちょっとね、今回はめちゃくちゃ面白かったですね。はーいやまあやっぱ殴り合いじゃですね。
まあ、フェルンとね、ユーベルとかの会話もね、また面白くて、副眼つけて見える魔法とか言って、使わないですよとか言ってさ。まあ、ラントンまた相変わらずね、すごい不思議な感じで、怖いですよね。なんかラントンも明らかにやっぱやばそうなキャラなんだけど。はい、っていうところでね。いや、面白かったっすね。最後のフリーレンとフェルンのあの交わし合いいよな。うまいし、この細かい表情の変化、描き方。で、最後ね、まあ、ついに、僕が言ってたこのシタルクがですね、まあ、原作でも出てるんですけど、これアニメとかでもなんでもなくてですね、原作でもちょっと出てくるんだけど、最後にアニメでも出てくるっていうところでですね、夜遅くまで起きててもフェルンに怒らないんだと。ね、ママか、嫁さんか、みたいな。ねえ、もうフェルンのママみがまた改めてね、分かってきたわけなんですけどね、ちょっとめちゃくちゃ笑っちゃいましたね、ここね。シタルク出てきたっていう喜びもあったんですけど、何言っとんやこいつって、お前見る大変なんだなみたいに言われるんですけど、まあここもね、もう、はい、もう付き合っちゃえよってやつなんですけどね、面白かったです。はい、ということで、まあ次回ですね、またこのシタフェルがね、確かめちゃくちゃいい絡みがあったと思うんでここはね、楽しみに、したいと思ってますけれども、はい、バトルシーンに関してもですね、まあ、やっぱ、まあ、個人的にはやっぱ、まあ、デンケンとフリーレンとかも良かったんですけど、でもカンネとリヒタのところがね、もうすごい良かったですし、やっぱ、フリーレンが結果破るところとかも痺れたし、やっぱ、ゼーリーね、やっぱこの強キャラ感っていうかね、ここはまたすごいいいなとか、いうのは思ったし、まあ、あとは今回ね、フランメと、まあ、フリーレンがね、私ゼーリーに会いに行った時とかっていうのも、まあ、描かれてっていうことで、まあ、久しぶりに核改造みたいなの出てきたかなというところ、まあ、核改造出て、久しぶりに出てきたら、まあ、前回は別に B アビル出てたんだけども、あ、まあ、いよいよね、まあ、一次試験終了というところになりましたけれどもね、まあ、見事にこう、締めてくれたなと思ったし、まあ、テンポね、そこはよくね、きっちり今回でまとめてくれたなっていうのは、思いました。いやー、おもろかったですね。このシティで小鳥を捕まえるってだけなんですけれども。そこにやっぱいろんなドラマがあって、いろんなキャラの魅力が出てきて、まあもちろんランチとかね、まだまだ計り知れない、キャラクターもいる中ですけれどもね。はい。こっから次は敵同士になるみたいな話もね、ありましたけれども、果たして全剣たちはもう丸く切れしてますけど、どうなっちまうのかとか。もう無理だろうみたいな。とか、カンネとラビーネはやっぱフリーレンがいたからなんじゃないかっていうところもありますね。きついんじゃないかというのもね、あったりというところですけどもね。いやー、楽しみですね、またこっからね。っていうところで、はい。いやー、でも、しびれましたね。まあ、ゼーリーがね、出てきたもんね、また良かったですけどもね。これだから魔法使いやめられないんだって。伊勢武さん、またいいね。すげえ合ってますね。はい。っていうところでね。いやー、めちゃくちゃ面白かったですね。もう、しびれまくって、やっぱ、フリーレンおもれえわ。半端じゃなくおもれえわと思いながらね。やっぱ、細かいところもね、うまくしっかり書いてるしね。そこもいいなと思って、見てましたけどね。はい、まあ、やっぱ今回何と言っても伝剣ですね伝剣の魅力が爆発してたんだなっていうのをね、思いながら、やっぱ各キャラの優しさというかね、そこもなんかうまく見えてきたなっていう感じがしました。はい、まあ、シタルクのね、出番もあって大満足です。はい、面白かったです。はい、という感じで、今回ですね、早々のフリーレン第21話の正直する感想以上となります。最後もしっかりありがとうございました。皆さんね、まあ、感想のほとんどまたコメントお待ちしてますし、また、ね、来週以降も引き続きですね、フリーレン、まあ、全28話ということで、まあ、感想が最後まで、やりきっていくつもりですので、ぜひね、これを機に、チャンネル登録、高評価もしてますので嬉しいです。ということで、コメントが以上となります。はい、まあ、来週以降も非常に楽しみでございます。ということで、以上としたいと思います。最後もご視聴ありがとうございました。